久保さん今回、あの、鬼半とかに、カマキリハンドル、カマ、カマ、カマキリハンドルとかにしましょうか。カマ半。まあ、昔、あの、チャリンコが、このカマキリみたいな、こんなやつがかっこいいみたいなね。<laughs> まあ、あの、ハーレーとかもこんなのあると思うんですけど、めっちゃ運転しづらいですよね。<laughs> だけど、こう、こう、立ってた方がかっこいいみたいな、まあ、時代でしょうね。今 <laughs> … 今、どうなんですかね。うん。だから時代によっても、そのかっこいい、かっこ悪いっていうのも、なんか、あの、変わってくるんじゃないかなと思いますし、時代が変わっても昔のものがかっこいいっていう人もいるだろうし、だから人それぞれですね。うん。だから、何すかね。まあ、自分がいいと思うものでいいんじゃないですかね。うん。そう。あれ、なんで曲げるとかっこよかったのかな <laughs>。 何なんですかね、うん、行ってらっしゃい